富森のシーサー、富森のシーサー、富森のシーサーの解説費、富森のシーサーは、沖縄県島尻郡八重瀬町富森にある、石地市。記録のある中で、沖縄県内で最も古いものである。富森の石堀王子市、または、所在地から、勢い以上の石堀王子市とも言う。八重瀬町あざ、富森の西の勢い以上情報にある、九尾の記録に、 直お二21年に設置されたとある。製作者不明。高さ1 4 2 2トル、全長1 7 5 8トル。沖縄県村寺市として、最古最大の石寺市である。沖縄県指定有形民族文化財に指定されている。製作年頃に、富森地区で火災が多かったので風水市に、相談したところ、火山と言われる八重瀬垣に向かって、 シーサーを作ると良いと助言され日よけの目的で作られた。富森出身の郷土史や源の武雄の申請によって1974年12月2日に指定された。地域住民にとっては地域の守り神のような存在である。旧暦10月1日の釜間愛の行事では野郎先頭に役目が王子史像を拝む。戦前までは役目は 約180センチメートルの竹を束ねて巡り、サリーサリー勇敢ヒーマーチューミチミラ勝利と呼びかけ、台所の整理の行き届かぬ家庭の主婦は竹で尻を叩かれる。旧暦9月9日のタントゥイボーの時に地域の青年たちが勢い以上に集まり棒踊りを奉納していた。富森のシーサー付近で日本軍の様子を伺うアメリカ陸軍第96。 不評師団兵士1945年の6月頃、日本軍は富森の八重瀬岳付近に陣地を構え、周辺は激しい地上戦の最前線となった。米軍に玉よけなどとして使用され、現在はその時の弾痕を残している。ありがとうございます。